見てくれてありがとうございます。今日は淀川単調の3段目ですね、宇都野から島本までのご報告をさせていただきます。これこの辺りはですね、島本町と高槻市の間に島本町にですね団地がありましてね、その端っこに有料駐車場があります。それとあとですね、宇都野の、高槻の、かなりあるんですが、距離はそれもまあ歩いていけるところにイオンモードがありましてね、イオンがそこにも有料駐車場がありますね。その辺りを車に置いてうろちょろするのがいいんじゃないかと思います。そのですね、島本町と高槻の間、公園ではないんですけどね、いろんなもともとゴルフ場あったみたいなんですけど、そこがもう自然の大原生林になってましてね、青地がいますね。その吉原にね、そしてまあちょっとこういう鳥、こういうね、茅に草についてる鳥をご報告させてもらいます。ホオジロもいますね。今見ましたよね、ホオの実を食べたような気がしますね。これホオジロのメスですが、これもね、目の上の白い眉が目立つのはホオジロですね。お腹が無地です。これもホオの実を食べてますね。そういうのが好きなんでしょうね。まあ一緒に勉強していきたいと思います。私もね、こんだけ淀川来たことなくてですね、こういう小鳥の、勉強中でございます。よく似てるのがいっぱいいるんですね。あ、これ明らかに食べてるのが分かる。好きなんでしょうね、こういうね。そしてこれはですね、以前も淀川で、見たベニマシコですね。これもいるんですね。この島本から宇都野でも声が聞こえますね。こういうのを見てセイタカアダシソウの実ですね。どうもこれが大好きみたいですね。そしてこれオオジュリンです。これはね、ああいうホオの実を食べるんじゃなくて、この枝のところくっついて枝をバリバリ割ってるんですね。これオオジュリンですね。そこです。アイアイさんに指摘されました。一緒に勉強しまして、もう本当にありがたい。頭だけじゃなくてホオアカですよ。私もね、もう頭だかを山で見ることが多いんで、頭だかばっかり思ってしまうんですが、その通りですね、ホオアカですね。頭だかと前言いましたが、アイアイさんからホオアカではありませんかと指摘を受けました。図鑑で確認しますと、目の下の赤い部分からホオアカ、分かりましたね。そして目の上の眉に白いね、眉毛がね、目立たない。頭だけ、これ頭だけなんですね。これ山の方に多いんですよ。頭だかは目の上が白い模様がはっきりしましたね。そういうことで頭だかではなくてホオアカです。はい、私も気をつけますね。でオオジュリンとの違いをこう書いておきますが、そしてこれ前の続きですね。島本地区ね、島本町のこの大原生林、これゴルフ場だったんですけどね、タヌキがいたんですね。そっからです。こっからスタートですね。これが終わりの段階ですね。そして宇都野の吉原に行きました。この宇都野の吉原がまた群生地、ものすごく面積が広い、この吉原の群生地でしたね。野鳥や動植の貴重な生息地になってるわけですね。こういうね、
昔から多くの歌人に歌われていましてね、紀貫之の土佐の日記にも、土佐日記も記述がありますね。谷垣潤一城の足狩の舞台がこの鵜殿の吉原とも言われています。こう見てるとその吉の高さが高いんですね、あの背丈がですね。こういう場所、雨が降ってたんですね、この日。モズも止まってますね。雨の中でですね、野鳥観察数ゼロですわ。私一人です、こんな雨の時にこううろちょろする、奇人変人ね、まあ自分で言うのはなんですが、見てるもんですね。ちょっと雨がやめかけたり降ったりという繰り返しなんですが、トビが飛んでいましたね。昼はもう本当に誰もいない。だから一人でこういう大自然、もう北海道いるんじゃないかという、まあそういう錯覚に陥るぐらい誰もいないんでね、はい、もう要するにジョギングとか散歩の方も雨の中いませんのでね、トビが止まってましたね。そして遠くにですね、ノスリが止まってますね。このノスリもですね、もう雨があろうがなかろうがこうじっと止まっておりました。煙ってますよね、周りが。背中から見ると黒く見えますね。お腹側から見るとね、白い鳥のように見えるんですね。そしてお腹に黒い腹巻きみたいに黒い帯がありますね。ノスリですね。はい、でずっと見てね、他の鳥との違いを見るんですけれどね、なんとなくね、ずんぐりした体ですね。でもね、カラスがね、オオタカとかですね、ハイタカほどね、あまり近づかないんですね。理由はね、ちょっとムカッとする、気性が荒いような気がしますね。なんかトビにも似てますよね。まあね、でお腹の方はちょっと、白っぽかったですよね。はい、この吉原の保全事業と書いてます。こういう看板がね、だんだん島本からこのずっと長い距離をなんかしてきますと書いてありましてね、これをまあ保全事業するんでしょう。野焼きね、有名ですよね、鵜殿の野焼き。それがね、近々行われそうなんですよ。でここにですね、何かな、これ実がついてるのかなと思いますよね。スメなんですね、はっきり言うて。これね、やっぱり限界が、今動画ではですね、この部分しか映ってないですけど、これの3倍4倍のですね、スメがね、私は近づいたことで飛んでいっちゃってるんですね。だからこちらの方に止まってますよね、スメ。私もね、スズメの群れ今まで、見たことありますが、もうこれだけの量初めてです。でここにですね、なんか灰色注意というのがいる、生息してるそうなんですよね。日本ではね、越冬のために
まあ、この淀川の上流、島本とか鵜殿に来るみたいですね。地上で、普通の注意はですね、重曹、淀川の重曹で見てますけど、ここは灰色注意なんですね。まあネズミとかカエルとかヘビとかそういうね、吉原の中でうろちょろしてきてるんです。でこの時ですね、見たんですね、止まってる注意を。これ大きいメスですね。でこの時まだ誰も来られてないんですね。でだいたい2時3時ぐらいですかね、雨も止んで、後ろを見ますといきなり大勢の野鳥がやってくるんです。ああ私みたいなことはしてないんですね。要するに生き方をしてるんですよ。生き方では3時から夕方5時6時ぐらいまでが現れることしてるんですね。ねぐらがこの吉原の中なんで、この辺りにねぐらがあるいうことを野鳥観察家は知ってるんですね。バードウォッチャーはこの辺りにおそらくねぐらがあるということをね。これ灰色注意のメスですね。もうこの時はもう大勢の方が来られてるんですよ、はっきり言って。だから今いなかったのは面白い鳥がいないからバードウォッチャーはいないんですよ。で私のようにまあ一人で勝手に動いてる人間はね、そういうのも気がつかずっていうか、歩くのが好きというかそういう感じで何がいるかなという感じで歩いてるんですけど、これメスがでこう飛び回ってますね。そしてその足あらゆしあら、まあ、いろんな言い方してますが、その中に入っていくんですね。で最終的にはですね、暗くなるとこの辺りにねぐらがあるんだと思いますね。でも今はですね、この中に入って、まあ、ネズミなどの、まあ今カエルとか、トカゲとかヘビはまあ冬ごもりだからね、まあ、ネズミですかね、カヤネズミがいますからね、こうしてですね中飛を見ることができました。いやそれも単なる中飛じゃなくて灰色中飛ですからね、メスです。いや私期待どころか何も考えずに歩いてましたが、おっと後ろから大勢の方がどんどん野鳥観察がやってこられて、まあはっきり言って どうしたですか、何が見れるんですか、あなたずっとここに立ってじゃないですか、いやなんかホオジロとかカシラダカとか、そういうホオワカとかベニマシコとか、そういうのが見れたらいいなと。いやいやここは灰色注意がいるんですよ、あなたは知って立ってたんじゃないですか、とこういう感じですね。びっくりしました。灰色注意、みんな灰中言うてますね、灰中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 っておっしゃってましたからね、灰中アニメですか、とかなんかバカなことを私は言いかけたけど、本当にバカにされたら嫌だからボケ老人と追われて嫌なので口は出さ、もういつもそういう笑いで生きてますのでね。まあしかしびっくりしました。急に現れますからね、野鳥観察家が。そして本当にそれと同時に灰色注意も現れますからね。ちょっと私の、はい、だから止まってる姿を私は観察できてますからね。雨の中をね、ズボンびちょびちょいながら立っていた甲斐がありましたね。止まってる姿は誰も見てないと思うんですね。一人か二人ね、早めに来られた方がいて、その人は見てますけどね。灰色注意のメスを見ることができました。なぜかね、飛び回ってるんですよね。餌を取ろうとしているのか、もう寝る前に、ね、ねぐらに入る前に、一飛びしているのか。わかりません。本当に聞いてみないとわかりません。まあ、一回一回勉強で、灰色注意もね、生まれて初めて見ましたんですが、
このね、まあ淀川を恐るべきですね。そしてですね、しばらくしたら模様的にはね、その灰、白っぽい灰色と翼の先が黒っぽくなっている、うん、灰色注意のオスもやってきましたね。もうこれ夕方なんですよ。オスも見ることができました。もう皆さんご存知ですね、もう暗くなったから帰ろうかされるかなと思ったら、いやいやまだ本命がみたいなことで、もうすぐ灰色注意のオスが来ますよと、いろいろ教えてもらいましたね。そしてね、ヤドリギがいる、ヤドリギがある場所、あなた連雀を見に行かれたらいいですよ、そういう優しい方がおられてね、で場所は伏せてくださいねということで、次の連雀、その人のブログを見ますとですね、きちんと場所は分かりません。でもヒントだけね教えてもらいましたんでね、そのブログには写真が貼ってありましてね、まあ推理小説みたいなもんでね、写真の一角のちょっとした景色で場所が特定できるんですね。これ灰色注意のオスね、綺麗ですね。全然メスと違いますね。猛禽に見えないです。見てくれてありがとうございます。本当に皆さんと一緒にやっていきたいと思います。勉強できました。法話科勉強になりました。灰色注意始めました。楽しかった。素晴らしい淀川ありがとうございます。